今日は椅子の、出荷のために、伺っています。でまだインターネットでは紹介しきれてないんですけれども、こういったポストカードの今回紹介したいのはこういったグラス類、またこんなのもあります。薬膳でしょうか、薬味を入れるようなこんなのもあります。Facebook では、一応テストで、動画は後ほどアーカイブとして配信残す予定です。こんな切り子もあったりします。これからの季節特に、楽しめるものなのかなと思います。切り子とか薩摩切り子、音が違うんです。これ私骨董屋さんに習ったんですけど、薩摩切り子ちょっと重い感じの音、普通の、まあ、江戸切子もそうなんですけど、ちょっと叩き方下手いんですけど、音がさつまの方がちょっと重い感じの鉛が入った。で残念ながら2箇所、欠けがあるんですけれども、島津銘もしっかり入っています。面白いところで言うと、これどこの焼き物か分かりますか？これ温田焼きなんです。ちょっと私もびっくりしたんですけれども、まあ、温田焼きといえば銘を彫らないことで有名なんですが、スタンプで温田っていうふうに入っています。もちろん未使用品です。こんな感じ、ちょっと2画面あるのでこのやり取りになってます。すごくこう品があっていいと思います。あとはこんなメガネ置き、まあ、アクセサリー置きなんでしょうね。こういうのもあるし、のもあります。こんなちょっと見えづらいですね。キャンドルホルダー、イッタラ製ですね。デンマークのイッタラ製キャンドルホルダーもこのようにあります。もう一台インスタもつないで、次回やってみようかなって思ったりもします。意外とライブ物販って面白くて、先週もやったところ、先週は6点、その前の週が2点ほど、販売することができました。やっぱりこう時間を共有できるっていうのは今っぽいのかなっていうふうに思うので、ちょっと改善しながらやっていこうと思ってます。こんな感じです。今日の一押しはこちらです。物がいっぱいあるので、こんなのもあります。まあ、ご覧のように後ろの書籍もいっぱいあるので、これは随時紹介していければなとも考えているところです。とりあえず今日はこんな感じでテストということで終わりたいと思います。すいません、ありがとうございました。ご視聴いただきまして。